普段何色なんパンツの話ですか。あパンツの話か。聞いてるああ、あの、私、パンツ。待って、どうしよう。すごい、すばラしてる気持ちになってきた。なんだろう、これ。いや、今さらですか。私、あんまりパンツ履かないんですよ。ごめん、初号機みたいな声出ちゃった。ごめん。そう、んまり履かないんですよ。そう。え、じゃ会議中とかいつも。 メンバーと会議中入ってなかったの？入ってない時もありますね。マジで言ってるごめんえ、いや本当です本当ですこれマジ？えでもおズボンが汚れない？ああで毎日洗うので別に問題ないかなみたいな。あメイちゃん結構清潔というか片付けできるタイプなんだ。そうですね基本的にはまず嫌いなんですよ。これもうみんなどうめイちゃん推しの方々今鼻血ブンなんじゃない？言い方フル。鼻血ブン。おかしいね十七歳なのにね。そっかじゃあ、他の上は ブラはする？してますけど、うん、夏とかは結構ブラトップでいることの方が多いかもしれないです。あーすごいこう入ってきたわ。やばいってモー <laughs> パンだよガチの。これまパンツ履かないで外出たことまだ人生で一回もないもん。寝るときとかもじゃ T シャツ一枚でパンツ履かないみたいな？そうですね。私基本寝るときはまずぜパンツ履かないです。<ー>寝れないんですよパンツ履いてると。<ー> <laughs> いやいやもう飲み屋のおっさんみたいな声出すのやめてくださいましで すげーあー、そうなんだへぇ、えー、そっかほぉへぇこういうのから初めて見るね。あきあめのパンツ履いてな,いなて <laughs> そうだなってちょっ, <laughs> っても今焦ったんだけどさえ、3D スタジオのトラッキングスーツ着るときパンツ履いてないってこと、はい、いや、それがえ初めて着たときネクロ先輩に言ったんですけど、うん、その日たまたまパンツ履いてたんですよ私うま、ん、違う,うよかった <laughs> バカあなたバカあの、青切りのトラッキングスーツあの。 下着の上から着るんですよみんなそうそうそう履いてなかったらまっうわそんなほんとたまたま履いてて着替えてるときクロ先輩と一緒にいてネクロ先輩になんか独り言のように私があぶね今日パンツ履いててよかったーめん <laughs> <laughs> それはびっくりするわね黒ちゃんネクロ先輩普段履いてないのって言ってましたふ <laughs> <laughs>、うん、あ,あの普段スパンツ履いてないってことえぇーえぇ、ーえーってなっちゃうね黒ちゃん <laughs> <laughs> そうなってました <laughs> えーそっかーすごいなーいやーマジで今日一度驚きましたけれどね衝撃の真実が明かされていきますよかったな。